にちは、ナコタのバイヤー高橋です。こんにちは、ナコタのバイヤーゆいです。以前ですね、洗ってはいけない帽子と洗ってもいい帽子のご紹介をさせていただいたんですが、今回その洗ってはいけない帽子を洗う前の状態です。新品です。高橋さん、なんで洗っても大丈夫なんですか？はい、もともとコットンは洗ってもいいんですよ。手洗いでも洗濯機でもおうちクリーニングのボタンがあれば全然洗濯機でも洗えます。でリネンも洗って問題はないんやけど、ちょっとシワになりやすかったり、色落ちがちょっと気になるかなっていうのがあって、全部×っていう風になってます。色落ちする可能性がちょっとあるけど、そんなにひどく落ちたりはしないです。若干ちょっとシワがついたかなぐらいにはなると思うんですけど、 それでも大丈夫っていう方は、洗ってもらってもいいかなと思います。実際洗ってみる実験です。はい、では洗うのに必要な道具ですね。洗面器に水と、水かぬるま湯、どっちでも OK です。あとこれ中性洗剤です。もうちょっとでいいです。ちょっと、これで洗う準備は OK なので、この新品の帽子を実際洗ってみたいと思います。ドキドキですね。ね、じゃあこれを全部洗面器に、浸かるくらいもう全部押し洗いします。優しく、結構ゴシゴシいっちゃって、洗ってもらったら吸水で、脱水したら OK です。はい、はい、水入れ替えてきました。もう絞っちゃいます。洗い方は動画にしてあるので、またそちらも見てみてください。リンクを概要欄に貼ってます。で水気を完全に取っていきます。色落ち具合は今のところほぼしていない状態ですね。水の方にも出ていないです。シワも今のところそんな目立ったシワもないです。リネン、シワになりやすいってさっき言ったので、乾かす前に結構ちょっと伸ばしてみてください。ちょっとすぐには乾かないので、また後日乾いた状態のお見せしたいと思います。数日経った乾いた状態の帽子なんですけど、はい、どっちが洗った帽子か分かりますか？正解はこっち。あ、正解はせーのこっちでした。個人的にはなんかそんなに変わった感じはないんですけど、高橋さんどう思いますか？そうですね、めっちゃ正直に言っちゃうと、ちょっとシワがやっぱりできたかな。これが新品なんですけど、こっち洗ったやつ、気になる感じではないけど、少しシワができたかなっていう感じです。私は結構気にならないレベルですね。ちょっとシワとかつくの嫌だなって方はちょっと控えてもらって、全然これぐらいだったら大丈夫っていう方は全然手洗いしてもらってもいいんじゃないかなと思います。ね、シワ以外は本当に、色とかも全然、私的には変わった感じはあんまり感じないです ね。色は本当にそのまま、こっちが新品のもので、こっちが一回洗濯したものです、今回はその洗濯表記が NG の商品を実際洗ってみたんですけど、皆さんこれと同じ帽子は持っていないと思うので、これがですね、コットンとリネンの素材のもので、洗濯表記が全部×のものだったんですけど、コットンとリネンのものだったら洗ってもいいんじゃないかなとは思います。あくまで
自己責任とはなりますので、そこだけ気をつけて洗ってもらえたらなと思います。今回洗ったこのバケットハットの URL も概要欄に貼ってますのでなんで笑う、はい、そちらもよかったらご覧になってください。はい、あとナコタではですね、 SNS もやっています。Twitter と Instagram とブログですねもやってますので、そちらの URL も概要欄に貼ってます。よかったらチェックしてみてください。今回の動画が参考になったという方はグッドボタンお願いします。チャンネル登録もお願いします。お願いします。じゃあ次回の動画もお楽しみに。